人ですということで今回ね、ケビン・クローンっていうね野球選手、広島カープが獲得したという情報がね、出ましたけど、まあ、ケビン・クローンについてね話していこうと思います。まあ、彼の兄貴がね CJ クローンかな、有名なね、メジャーリーグの選手なんですけど、まあ、その有名な選手の弟やんね、弟ということで、まあ、彼も27歳ということで93年生まれ、もうあれですよ、僕の一つ上ですね。いや二つ上か、早生まれやから、もうややこしいな、この辺考え出すとややこしいんですけど、まあ、そんな感じですね。はい、まあ彼のポジションは一塁手ということで、まあそうですね、ダイヤモンドバックスずっと一筋で、やってまして、去年ね、マイナーで、38本とかすんごい打ちまくったっていう感じの、まあ、選手ですね。まあ、そんな感じの、選手がケビン・クローンです。はい、で、ケビン・クローンについてね、ちょっと話していきますと、まあやっぱ昨シーズンですかね、これ82試合で打率3割3分1厘、ホームラン38本、105打点、82試合ですよ、これすごいよ、このペース、まあ、1.8 倍だから、シーズン140試合と考えたら大体 1.8 倍すればいいんで、打点とかね、これもう190打点とか狙えるぐらいの勢いですよ。まあこれにはね、その尋常じゃないペースなんですけど、これにはね理由がありまして、まあ、そのマイナーリーグがねボールを変更したんですよね。メジャーリーグと同じボールにしたんですよ。そしたらまあこれが飛ぶボールなんじゃないかと言われてるんですけど、まあマイナーリーグは今までそのコストを抑えるためにこう、まあ質の低いというか、まあ、そういうボールを使ってたんですけど、まあ、メジャーリーグのね、ボールに変えた途端ホームランがものすごいマイナーとかトリプル A で増えたんですよね。なので、まあ、この数字を素直に信じるのはちょっと危険かなって個人的に思ったりしたところで、やっぱり2018年とかでも、まあ彼の評価すべきポイントはその去年の38本が一番下がれますけど、 でもマイナーで毎年安定して30本近いホームランをコンスタントに打ち続けてきてるんですよね。あ、そこですよね。やっぱこの38本っていう数字だけ見るとなんかあんまりこうなんかちょっと振り回されちゃうんですけど、まあまあまあ毎年安定して25本ぐらいホームランを打ってきていて、マイナーでは安定して打率も高い、打率もね2割7分8分3割と結構数字的にもね安心できる数字っていうところで、まあ、そこをなんか見ていかないと、なんかやっぱこの数字ばっか見てるとね、ちょっとあまりにも良すぎてちょっと見誤るかなっていう感じはするんですけどね。まあ、そんな感じの選手ですね。で、彼に関して言えることはね、まあ、三振は多いですね。うん、三振は多いです、スラッガーなんでね。彼をね、ケビン・クローンを勧めてきたのが、確かエルドレッドだったと思うんですけど、エルドレッドと多分タイプ的に近いと言われていると思うんですが、まあ、そんな感じだと思いますね。三振多いけど、まあ、当たれば飛ぶっていう、そういうタイプですね。ただ、ちょっとこの、なんていうんですかね、ここ数年なんかちょっと流行ってるというか、それは楽天がブラッシュを成功させたり、横浜がオースティンを成功させたりとか、三振は多いけど当たれば飛ぶタイプのバッターが日本に来て結構ホームランも打つし打率もそこそこ記録するっていうパターンがあるんですけど、その例えば、まあ、オースティン助っ人外国人の成績の、ね、予想の答え合わせの動画でも言いましたけど、オースティンってやっぱボールゾーンの球を振らないってことができるんですけど、ちょっと彼に関してはちょっと不安な要素があってですね、ちょっとねボールゾーンの球をね振っていっちゃう傾向にあるんですよね。結構ケビン・クローンはねちょっとボール球を振っていっちゃう傾向が、オースティンとかブラッシュとかは選球眼があったんですよ、彼らはね。だからボールゾーンの球を振っていかないんですけど、彼ちょっと数字があんまり良くないんですよね。そこがちょっとね気になるところで、まあだからどれだけ我慢できるかなんですけど、
外スラとかにねこう振り回されていくんじゃないかという可能性があります。あとね、まあ、去年のメジャーリーグはあの打率0割0分0厘永遠の0で終わってしまったので、ちょっとねあの評価しがたいんで、もう基本的には2019年とかあとそれ以前のマイナーの数字とか見ながら評価していく感じになると思うんですけど、バレル、まあ、これあのあれですね、まあ、地球上で一番ヒットになりやすい打球のことを言うんですけど、このバレルの割合も高いと、結構その、まあ、芯で捉えたというか、まあ、特定の角度と特定の打球速度なんですけど、まあ、そういう打球も多いっていう感じで、やっぱなんていうんですかね、芯で捉えていく技術と捉えた時の打球の速度っていうのは結構威力があるんじゃないかなって感じですね。まあこうやって見ていくとですね、まあやっぱ引っ張りが強いですね。まあ基本的にプルヒッターっていう傾向が見て取れると思います。まあマイナー30、30、30でまんべんなく打ち返してるシーズンもありますけど、一番調子良かった去年のマイナーなんかはあの逆方向の打球はあんまりないですよね。まあ、それ以前も見ていくとやっぱり逆方向への打球が 25% ぐらいだったりするのが普通なんで、まあ引っ張っていくタイプでしょうね。引っ張り方向 51.2% とかですからね、彼これなんかは。まあプルヒッターですよね、間違いなくね。これは多分プルヒッターとしての傾向は見て取れると思います。でまあフライボールの割合も高いということで、まあ長距離砲として期待できるかなって感じですね。あとはですね、守備面なんですけど、まあ守備はまあ一塁だと思います。まあよほど三塁で使うことはないと思うんですけど、よっぽどのことがないと。ただ三塁手として一応110イニングを守ったシーズンもありますし、去年まあ一応守れんこともないけどみたいな、まあよほどのことがなければまあ三塁で使うことはないでしょ、おそらくね。まあそんな感じですね。はい。でまあそうですね、ケビン・クローン、まあインコース、まあ、このインハイになってくると微妙なんですけど、インハイとまあ低め、まあ、まあインコースには基本的に強い、まあ、この辺とかもねインコースには基本的に強いっていう感じの傾向と、まあ、高めですね。でアウトコースに弱いっていう数字ですね。まあメジャーでの数字なんですけど、これはまあそういう感じの、数字が見て取れるのと、でまあスイングしてる割合なんですけど、いやこれねアウトコースのボール結構振ってるんですよね。これこうやって見ていくとね、アウトコース苦手なんで、ここでねアウトコースのボール、アウトコースの打率が悪いっていうか、まあアウトコースの数字が悪いから、一概にねダメとは言えなくて、アウトコース苦手でも、まあボールをちゃんとこう見極めてスイングしないっていうことができていればいいんですけど、結構振っちゃってるっていうね、この特にアウトローの球結構追いかけていっちゃってるっていう、ここですね、気になるポイントとしては。まあそういう感じです。ちょっとそこが懸念要素かなって思いますね。はい。ケビン・クローン、まあ、成績の予想、まあ、40本って書きましたけど、上はマイナーでの数字で求めたんですけど、で下がメジャーでの数字で求めたんですけど、両極端すぎるんですよね、あまりにも。ちょっと2つのあれが両極端なんで、ちょっと多分この真ん中ぐらいの数字になるんじゃないかなって個人的に思いますね。だからそうですね、2割4分5分ぐらいで、まあホームラン40本ぐらい期待できるんじゃないかって。パワーは間違いなく本物なんですけど、で三振もえげつないんで、これもなんか間ぐらいの感じで、なんか三振率3割超えるぐらいかな、になると思いますね、俺の予想です。はい。まあ基本的にねパワーは間違いない。でなんていうんですかね、選球眼もそんな悪くないように見えるんですけど、ちょっとね、やっぱブラッシュってもっとえげつない選球眼あったんですけど、ケビン・クローンに関してはね、選球眼がそこまで、まあいいというような数字は残っているけれども、どうだろうかっていうところがあって、ちょっとそこが個人的に懸念してるところですかね。パワーは間違いないです。パワーは間違いない。
間違いなく飛ばす力があるんですけど、例えばね、広島の本拠地市民球場がね、ズームズームスタジアムか、ズームズームスタジアムはホームランが出にくい球場というデータは今年のねあれで残ってますけども、まあそれでも もう関係ないでしょ、そんなのは。もう甲子園だろうがどこだろうが関係ないでしょ、彼に関しては。まあ間違いなくホームランは打てると思います。はい、ただすごい気になるデータがいっぱいあって、まあ、2020年は永遠のゼロなんでちょっと無視しとくんですけど、これね、変化球にね弱い。まずなんかね、得意と言える変化球が得意な変化球得意っていうか、なんか変化球がね本当に数字が悪いのと、で打率が低くても、例えば空振り率が低ければまあその捉えられてはいるけどヒットになってない、まあ運が悪かったとか、まあ、もう少しアプローチを変えるとか、まあ、いろいろあるんですけど、変化球の空振りも多いし打率も低いし、まあまあ、変化球に関しては長打もないし、まあ、そういう意味で変化球を投げられたらもうどうしようもないっていうところがある。直球には強いんですけど、ただ直球も空振り率がかなり高くて、そこをですね、打率は高いんでまあいいと思うんですけどね、打率は高いし彼の場合捉えたら長打になると思うので、そんなに恐れることはないと思うんですけども、ちょっとねそこが不安要素で、まあ加えて選球眼の話なんですけど、ボール球スイング率がすごい高いんですよね。ボール球スイング率がすごい高くて、でボール球コンタクト率がメジャーの平均より低いっていう、めちゃくちゃ追いかけて振っていくけど、それ振っていくのに当たらないっていう、本当にこうコンタクト能力にすごい不安のある選手ですね。で、まあ、初球からもうガンガン打っていくという感じで、そのコンタクト能力をどうにかできるかですよね。やっぱり広島カープがなんとかして育成できるかどうかっていうところにかかってると思いますね。でスプリントスピードでいうと、まあ、平均以下ということ、 25.2 っていうのは結構、まあ、悪いというか、まあそうですね、まあそんなに足は速くないです。はい、まあまあ盗塁とかもそんなに多いタイプじゃないし、三塁打もまあ年間1本出ればいい方なんで、それなんとなくわかると思いますけど、スプリントスピードは悪いと。であとね、左右の成績なんですけど、これはMLB での通算の成績と、あと2019年めちゃめちゃ打ちまくった年の左右の成績をちょっと持ってきたんですけど、なんか左にちょっと弱い感じがするんですよね。メジャー通算でも左に対して打率もちょっと悪いんですけど、 OPS でかなり開きがあるっていうところ、それからまあ、2019年のマイナーもなんかね、左に対して打率が低いだけかなと思って OPS も見たら OPS もちょっと差があるっていう、だからちょっと左が苦手なんじゃないですかねって感じですね。まあ、インコースはさばけるんで、左ピッチャーが多分自分インコース投げてきたボールは多分しっかり捉えていけると思うんですけどもね、左に対してなぜ弱いのかっていうのはちょっとよくわからないですね、個人的には。今さっき言ったように打球方向がちょっとねよくわからないんですけど、まあ多分プルヒッター、多分プルヒッターというか傾向から見て、まあ、おそらくプルヒッターでしょうと。ただまあ彼に関しては捉えたらパワーえげつないんで、逆方向に叩き込むこともできるし、まあいけるでしょうという感じですね。まあ三振はとにかく多いんで、ケビン・クローンに関しては三振が多いのはもう覚悟して我慢するっていうことですね。我慢して、あとは変化球とかにねこう対応する力を、まあ、広島が身につけさせられるかっていうことですね。メジャーリーグアメリカ時代はとにかく変化球が打てなかったんで、その変化球の苦手意識を克服できるかっていうことに全てがかかってると。でまあ、あと、まあ、ボール球を追いかけてどんどん打っていっちゃうっていうところもね、いかに我慢できるかっていうところですね、まあ、そこにかかってるかなと思います。個人的にはそこをなんとかしないと、まあ、ブラッシュオースティンみたいな、ブラッシュオースティンはね本当に僕はちょっと大変じゃないかなと思ってたら、なんか成功したっていう、なんかっていうか、まあ彼らには選球眼っていう武器があったんで成功したんで、やっぱりこうケビン・クローンがね、メジャーじゃない、日本で成功していくためにも、やっぱりこう彼のバッティングにこう選球眼をね身につけさせて
我慢することを覚えさせれば多分チャンスが出てくるんじゃないかなと、はい、個人的に、思うところですね。はい、まあ、そんな感じですということで、今回そのそんな感じで終わっていきたいと思うんですけど、まあ多分ノートとかにもなんか選手のねあれ査定をまとめてるかもしれないんで、まあ、そっちの方も見ていただければというふうに思いますけども、はい、ということで、今回そんな感じで終わっていきたいと思います。バイバイ。